オースライブです。今日はこちら東仁王門通りにありますインパールオース店から中継です、はい、インドとネパールを掛け合わせてインパールと名付けたそうですよ。そういうことなんですね、はい、70種類以上の本格的なカレーが楽しめるということです。では代表のレグミさん、よろしくお願いします。お願いします。お願いします。よろしくお願いします。レグミさん、そちらではインドカレーとネパールカレーがあるというふうに聞いてるんですけれども、はい、その2つの違いって何なんですか？うん、違い、あんまりそんな香辛料とかはほとんど一緒だから そこまで違いじゃないですね。あの一緒ですカレーは。そうなんですね、知らなかった。ただその中でこちらではカレー70種類あるっていうふうに伺ってるんですけど、どんなものがあるんですか？はい、カレーはね、チキンカレーと野菜カレー、羊肉のカレー、シーフードカレー、それを全部合わせて70種類以上ありますね。わあ、もうどれにしようか迷っちゃいますよね。悩んじゃいますよね。一つのカレーにスパイスとかはどれくらい入ってるんですか？まあ、30種類以上のカレーが使ってますね。あのスパイスね、スパイス、あ、これがそのスパイスの、これでも一部ってことですよね。ですよね、きっとね。わ、はい、一部です。いろいろある。でその中で特に人気の商品があるということで教えていただけますか？はい、このまかないカレーが一番人気です。え、まかない、あ、具だくさんですが、あ、まかないってことは、ちょっと日本っぽいですよね。そうですよね。すごい、いろいろ気になるんでちょっと聞いていきましょうかね、はい、このまかないカレーって皆さんが、そのお店の皆さんが食べてたものっていうことですか？はい、そういう通りです。私たちの味です。何かあの私たち日本人向けのカレーとこちらのまかないカレーの違いとかってあるんですか？こっちのカレーの場合はあんまり甘さがないの。あの本格的なあの香辛料がきちんと使ってます。おお。で、こう入ってる量とかが違うということですか？そうですね。あの量もちょっと違うけど、私たちのうちの味になってます。ああ、お袋の味みたいな。ああ、よりこう本場の味に近いというか、うんうん、本場の味そのものですね。本場の味になってます。へえ。やっぱりこう、はい、目を引くのがこの具の大きさ、ゴロゴロいろいろ入ってますけど、これはどんなものが入れられてるんですか？ここね、あのレンコンとか里芋とかインゲン、ブロッコリー、鶏肉、ナス、ピーマン、いろいろ入ってます。へえ、本当にこういろんなものをこうミックスしてまかないとして食べてたっていうことなんですかね、はい、これなんでまたメニューになったんですか？はい、これたまたま私たちの食事の時にお客様が、あ、これ美味しそうとかそういう話がなって、まあ、ちょっと食べたいね、メニューに出してよとかで、それでちょっとやっぱり私メニュー特別にまかないカレーと作って出してます。へー、はあはあ、じゃあまかないっていうことは結構日によって中身変わったりとかするんですか？はい、そう、季節によって ある野菜、あと中身何入れてもいいの。チキンでも作れるし、はいはい、エビでも大丈夫し、何でもいいの、それは。へえ、そうです。これ辛さとかはどうなんですか？辛さがあのお客様選ぶけどできるから、うん、1から5まで甘口から激辛まで選べます。じゃあそのスパイシーさはそのままに、うん、辛さは調節できるっていうことなんですね、レグミさん。できます、その通りです。はい、あとやっぱりこういった、ね、カレーだとナンと一緒に食べますけど、うんうん、あのちょっと変わり種のナンもご用意していただいたということで、はい、教えてもらえますか？はい、あのこのドライフルーツナンが、こちらできた、はい、ちょっとあの普通にちょっと違う、あの変わっていると言った方がいいかな。これドライフルーツどこに入って、はい、中に入ってるんですか？中に入ってます。え、ちょっと見せてもらっていいですか？中見えるかな？割ってる、ちょっと長い間からね、チラチラと ね、わー、はい、こういうふうに入ってます、ね、これカレーに合うんですか？合うよ。あ、合うよ、日本人ではめっちゃ合う。へー、はい、ちょっとこっちもチャレンジしてみたいですね。そうですね、また新たな美味しさを、ね、うん、発見できそう。レグビさん、はい、ありがとうございました。どうもありがとうございました、はい、どうもすいません、よろしくお願いします。はい、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。